青木大吉青木大吉7月2日から1994年1月12日は日本の公認会計士、税理士。大日本帝国海軍の軍人で第二次世界大戦後は民間の会計士となり東京虎の門、福岡、佐世保に事務所を開く。当初のお不像と現在のデロイト党首党末の日本の元となる監査法人事務所を創立した。 日本の原価計算の祖と呼ばれる、大日本帝国海軍時代海軍、大学校教官時代公認会計士時代、左端が青木大吉、右端が宇藤博明。銀杯の重要ト末青木監査法人創立10周年、記念パーティーハット ABC、ト末オードットクオリティレポート2017、監査品質に関する報告書2017。 有限責任監査法人到末。2019年9月13日閲覧。資料1ページ目参照。総理長官房監査課編。公職追放に関する覚書該当者名簿。日比谷整形会。1949年。1ページ。NDLJP 12。1276,156. ありがとうございます。